バリモントの肖像、バレンティン・セイロフ作のパステルが1905年。トレチャコフ美術館所蔵、コンスタンティン・ディミトリエヴィチ・バリモントは、ロシア象徴主義の詩人、翻訳家。銀の時代を代表する文人の一人である。ウラジー・ミルケンの貴族の家庭に生まれる。1886年にモスクワ大学に入学するが、翌年に除籍される。 1890年代の末に試作に入り、1905年にいくつかの詩集を出版して文学者として名を挙げる。同年の末に非合法にロシアを出してパリに行き、精力的に旅行を行い、1916年になってやっとモスクワに戻った。2月革命を熱狂的に支持したものの、10月革命には反対し、ロシアを去ってドイツに行く。 後1920年にフランスに亡命するが晩年の20年を貧困のうちに過ごした。1942年の暮れにパリ郊外のノアジーイコールルイコールグランにて肺炎により死去。翌年に破壊した妻と共に同地の墓地に埋葬されている。バリモントの死及び役史には様々な作曲家が曲付けを試みており、タネエーフや プロコフィエフラのものが知られているが、中でもイーゴリ・ストラビンスキーのバリモントの二つの歌とカンタータ、星の王、エドガー・ランポーのバリモント訳を用いたラフマニノフの合唱交響曲、金は、とりわけ名高い。ありがとうございます。